今夜もやってまいりました、いこてんの羽休め。はい、ということで初回放送ということで皆様よろしくお願いします。お願いします。本日はゲストにいこてんの皆様にお越しいただきました。皆様自己紹介をお願いします。はい、赤色担当猫みちゃんぱです。水色担当みなむかほです。紫担当しずきとわです。そして本日ラジオパーソナリティを務めます緑色担当かなたゆうかです。よろしくお願いします。突然始まりましたが、こちらのラジオ、はい、いこてんの羽休めということで、はい、はい、まあ羽休めとは何かっていうところからなんですけども、まあ、鳥たちがですね、枝、木々に止まって羽を休めることを、まあそのままですね、羽休めって言うんですけども、まあいこてんもこの羽休めってことですから、こうなんかこういこてんのスイッチがオフになってるような、そうそう、ちょっとお休みモードな感じのトークをお届けできたらいいなと思いまして、はい、はい、まあちょっと雑談ですね、いわばしていこうかなと思っております。よろしくお願いします。お願いしますマジでオフじゃん羽休めに名前がなった時の話しよう。あー、名前がなった時、その時の候補なんだったっけ、カホチがなんて言ってたっけ、翼をくださいか、翼をください、確かそうだ、翼をくださいです。イコテン、どういうこと、なんちゃらなんちゃらラジオ、あー、なるほどね、サブタイトルみたいな、なるほどなるほど、はい、で、しようって言ってて、誰が羽休めって言ったの、あたす、あたすか、うん、そう、なんかもともとはこうイコテンがもしオフ会をするなら、なんかどんなタイトルつけるみたいな話をだいぶ前にしてたんですよ、うん、してた、そう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 、それで羽休めはみたいないいねそうそうそう、でなんかでもまだ羽楽ねみたいななるほどね、そうそう、そういった理由で却下されまして、でこの雑談ラジオタイトル何にするってなった時に、うん、それこそじゃあ羽休めじゃないってなったら、確かにね、採用を受けまして、夜に聞いてほしいラジオ、そうそうそう、みんなもぜひ羽を休めてほしいっていうね、うん、そうそうそう、あとなんかその名前決めるときに、かなたがなんかラジオ、うん、ラジオネームを決めてくれるメーカーみたいな、そうそうそう、ラジオタイトルメーカーみたいななんて出たっけ、イコテン、イコテンのサービス、サービス毎週火曜夜26時15分からっていうタイトルでした。サービス、サービスって何、そう、サービス、サービスって何するイコテンが何かをサービスする、サービスでしょうか何のサービス何サービスする、サービスしてください、サービス、大福1個ねありがとう、ちょっと嬉しいそこの屋台の姉ちゃんサービスしてくれ、やだ、いやー、結果された、サービスしてくんない、たこ焼きたこ焼き、たこ焼き、たこないやつでいいから1個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 、いや、可愛くおねだりしてくれたらいいよ、そうですねそれはいいかな、まあそっか、じゃあ可愛くおねだりしたら、うん、OK もらえるってことなんで、なるほどね、じゃあこの屋台の姉ちゃんを攻略しようぜ、みんなで攻略しよう、やっちゃう、やっちゃいましょうぜ、まあうちの可愛い担当からまず、はい、はい欲しいな可愛い、さあ転べ転べ転べ、可愛いな、これなかったらこのまま全力ダッシュしちゃうぞ、どこにちょっとずれてますね、この可愛い、どこにずれてますね、この可愛い、わかんないところがいいでしょ、あざといね、いいねこれあざといね、いいな、たこ焼き1個おまけしーちゃん、あやかった、かほち攻略成功やどうする私たらでもタコ食べれん、タコ食べれるよ、あ、食べれた、自分タコ食べれんわ、なんでたこ焼きにしたん、あ、もうそう、間違った自分がたこ焼き焼きそばにすればよかった、焼きそばってさ、どうサービスしたらいいの、もう一パックだいぶサービスや、あ、かと、青のり多めとか、いやいや、いやかつお節多め、かつお節多め、肉多めとか、マヨネーズ多め、マヨネーズおかしい、ソース潰れない、ソース
潰れる潰れる。マヨネーズ、なんか焼きそばにさ、マヨネーズ大量にかける人いるやん。マヨネーズがメインみたいになっちゃうってことね。そうそうそう、もうそれ、はい、マヨネーズ、嘘、パパヤもだってそれも、それってもうマヨネーズ焼きそばやん。うん、ソース焼きそばじゃないやん。マヨネーズを食べるために焼きそば食べてる。わかる。マヨがメインなの。わかる。ちょっと、あー、か、かほちどうですか。まあ、ね、そういう人たちで世界は成り立っているから。うん、うん、まあまあ落ち着こう。マヨネーズ好きな人たちのおかげで世界は回ってる。そう、でもマヨラーの人はわかるってコメントしてくれるから。絶対ね。でも私なんか、そんなこれに固執して好きっていうのはあんまないかもしれない。そう、なんだろう。でも結構私は素材の味を楽しみたいかもしれない。あー、薄味派ってことね。だから例えばなんか、まあ、違うけどクレープとかだと、うん、クレープの生地の味も楽しみたい人間だから、うん、そんなチョコいっぱいいらないかなみたいな。あー、うん、でもちょっとだから私いつもなんかシュガーバターとかそういうさ、具があんま入ってないやつみたいな選んじゃう。自分クレープ行ったら、あのサラダクレープ食べちゃう。あ、美味しいよね。美味しいよね。食べたくなってきたな。あ、ただいまイコ天は遠征中でございます。あ、そうなんですよ。お腹が空いています。ただいまです、香川に来ております。はい、やったやった、香川に来てます。そう、初遠征ですね。そうですね。 そう、そして今どこに向かってるんですか。あ、運転できる人が、あ、カホチ、カホチ、カホチ頼みます。任せろ。飲まないよ、飲まないよ、運転するよ。いやでも飲みたくなるよ、あの味は。あの、え、食べたことないんだよね、アパイは。ないないない。あ、そうなんや。そう、なん、どんな味って言ったらいいんだろうね。え、もう誰もが愛せる味。マジ、うん、本当に、うん、本当に嘘じゃない。なんだっけ、だって前行った時もお客さんいっぱいだから、うん、いつ行ってもお客さんいっぱいいるイメージ、ね。そうそう、持ち帰りでなんか頼んだもん、ね。あ、そう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 、持ち帰りとかあるんや。そうそう、持ち帰りだったらすぐ提供できますよみたいな風に言われて、まあそれでも20分くらい待ったっけ。そう、結構待ったよね。うん、いつでも人気なイメージのお店やけんね。うん、美味しいよ。うわ、めっちゃ楽しみ。ハマると思う。ハードル上げてくやん。まあ、私が作ったわけじゃない。社長とかじゃない。回しもんか？回しもんか？メンバー内に。まさかの香川県民いた。めっちゃ語ってしまった。いやー、そう。まあ、道中ね。道中も結構ね、楽しい場面多くて。うん、あの、イコ天の休憩が、うん、あの、うん、自由すぎる。それあ、そうね。そう、もうそれバラバラみたいな、みんなサービスエリアに行った時が一番好き。うん、なんか一人はトイレ行って、一人はなんかジュースとか買ってみたいな。ジュース買って、一人パン買って、一人外で休憩して。そうそうそう。なんかもう全員バラ別行動みたいな。そう、なんかちょっとトイレ行ってくるわって言って、あ、じゃあ私ちょっとさっきパン屋見いたげん、パン屋行ってくるわって。一回中入ってお土産買ったはずなのに。そう。そっから別行動。そう、別行動自由すぎるイコ店。ね、前に香川来た時もそうやったよね。あれ、そうやったっけ。なんか結構自由行動だった気がする。居心地がいいっていうか、もう信頼できるからってことで。そう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 、イコ店らしいなって思う。私はびっくりしてるけどね。なんか誰かについていこうって思うんやけど、みんなバラバラに解散していくけん。どこみたいな。もういいかって私も解散するもん。そう、まあいいんじゃない、なんかこう、うん、おのおのやりたいことがね、うん、なんかこう貫ける関係でいいと思う。なんか気使わなくていいってことじゃん、つまりはね。うんうんうん、すごくいい仲だと思いますよ。思いますよ。香川、とりあえずその鳥食べに行くでしょ今から。うん、今度うどんと、あとサイゼリアチャレンジしたいね。そう、サイゼリア行けなかったもん。そう、でなんかファンの方にですね、うん、なんか2号店が2店舗あって、うん、混んでない方に行かないかんよっていうガチアドバイスいただきました。そんなわからんでな、愛媛県民やぞ私ら。とりあえず愛媛にもサイゼリアを。いや、そうなんですよ、愛媛にもサイゼリアを。
それでは間もなくお時間となりますので、イコテンの羽休みこの辺りで終わりたいと思います。まあいろいろと話してまいりましたが、予約すると遠征楽しいよって感じですね。はい、こんな感じで、イコテンの羽休みこれからもお送りしてまいりたいと思います。本日メインパーソナリティを務めましたはかなたゆうか、そしてゲストはイコテンでした。皆さんまた夢でお会いしましょう。おやすみ。